3日目です。今日は、ですね、髪を切ります。タイで。その後は知人と会ってランチをしまして、寺に行きます。その後はちょっと計画してないんですけど、まあ、行き当たりばったり3日目スタートです。はい、ということでタイで、ヘアカットしました。いい感じです。ですね、タイじゃディアヘアデザインさんというところに来まして、日本の、ヘアカットの方がいらっしゃいました。15年タイに住んでいるというのは非常に、タイ歴の長い方です。髪型はいい感じです。すごいいいね。すごいいい感じ。大満足です。大満足のヘアカットになりました。なんかワックスの付け方もめちゃくちゃ教えてくれてすごい良かったです。はい、今からね、まあ、プロンポ駅の近くをブラブラして、昼から、知人とね、タイの知人とちょっとランチをしていきたいと思います。ランチ終了しました。どうだった？すごい美味しかった。最高でした。パッタイと、まあ、いろんなタイ料理を食べさせてくれて最高でした。ありがとうございます。はい、ということで、最初に行くのがジム・トンプソン、タイの、シルクのお店。ということで、プロンプトンエリア、ジム・トンプソンで、買い物をした後に、カルディコーヒーハーブというところが、ありますんで、そこに行ってきます。はい、サワディカー。ということで、普通に日本のものが売られている感じです。カルディで買い物をしてると思います。ワットアルンに来ました。まあ、ワットアルンはね、ワットポーに次いで人気のお寺ということで行ってみたいと思います。多分最後のタイのワットになると思いますけど、行きます。それこちらがワットアルン。行ってきます。ちょっとあれでしょ、カンボジアとかそっちの影響を受けてる感じだと思う。 I think I don't know. Let's go. なんかタイのコスチュームをした人が多かったので、まあ、ちょっとタイの服を着てみたいということで、ちょっと、はい、行きます。借ります。まあ、250バーツって言ってたんで、まあ、約1000円ぐらいで借りれるものらしいんで、はい、ちょっと借りていきたいと思います。そうっす。ゴージャス。タイコスチュームがレンタルできたんで250バーツで、レンタルしました。まあ、約1000円でできたんで、まあいいかなと思ってやりました。はい、どうですか、タイのコスチューム。結構綺麗で、結構綺麗。そう。Good。 はい、ということで、タイのコスチュームに着替えまして、今からワットアルンに向かいます。はい、ということでワットアルン入ります。はい、ね、写真の人が多いですね。あとコスチュームをしてる人が多い感じです。
すごいです。っていうか人がね、すごい。で、あとはね、コスチュームをやってる人がすごい感じです。まあ、上にも行けるらしいので、まあ、ちょっと上に行ってみたいと思います。暑い。よし、レッツゴー。ということで、ワッターロン終了です。はい、ありがとうございます。暑いです。ということで、ワッターロン終了しました。どうだった？すごい良かったです。フィニッシュ、Thank you。ということで楽しかったです。今からあそこ行く？じゃあ猫のボートのとこ。はい。OK。じゃあ猫のボートがあるところがあるらしいのでちょっと行ってみたいと思います。はい、でもちょっと遠いよ。大丈夫？まあタクシーでも1時間かかるし、電車だったら1時間半かかる。あ、そうなんだ。でそこら辺食べるところもあるの？いやーないと思う。だから一旦トンローとかに帰らんというかまた。でも we ate a lot of food でしょ。だから大丈夫です。